こんにちはこの動画では信用取引の魅力についてご説明しますまず信用取引の魅力を具体的に見ていく前に現物取引と信用取引の違いについてご説明します信用取引についてよくわからない怖いといったイメージを持っている方がいらっしゃるかもしれませんが現物取引と違いがありそれが魅力につながっていますその違いは主に次の4点です 1>, 1点目は、現物取引では手元資金分しか取引することができませんが、信用取引では保証金として預けた手元資金のおよそ3.2倍まで取引ができます。2点目は、現物取引では買ってから売るという取引しかできませんが、信用取引では売りからも取引を始められます。3点目は、現物取引では現金しか使用できませんが、 信用取引では現金だけでなく保有している株式も取引の担保として使用できます最後の四点目は現物取引では一回転しか日ばかり取引ができませんが信用取引では回数に制限なく何回でも取引ができます現物取引と信用取引の主な違いについてお分かりいただけましたでしょうか次のページから具体的な銘柄などを挙げながら 信用取引のの魅魅力力ににつついいいてててごご説説明明ししきままますすず番目レレバレッジ効果例えば最近ポケモン GO や新機種の販売で世間を賑わせている任天堂は現物取引で買い付けする場合はおよそ240万円もの資金が必要となりますが信用取引ではおよそ75万円の資金を証券会社に委託保証金として預けることで取引ができます。 またその他の人気銘柄で例えば創生グループソフトバンクグループトヨタ自動車三菱商事といった4銘柄を現物取引で買い付けしたい場合はおよそ315万円もの資金が必要になりますしかし信用取引では4銘柄合わせてもおよそ100万円の資金があれば取引できますこのように手持ち資金よりも大きな金額の取引ができることをレバレッジ効果と呼びます 信用取引を利用すれば、レバレッジ効果により資金を効率的に活用した取引が可能になります。続いて、二番目の魅力、売りから取引を始められる点についてご説明します。こちらのグラフは、二千十五年十月から二千十六年十月までの日経平均と日経二二五投信の推移を表しています。 日経投資は日経平均に連動するように作られた上場投資信託ですので株価は日経平均とほぼ同じ動きをしていますグラフを見るとお分かりのとおり2015年12月以降の日本の株式市場は下落基調となっており現物取引だけでは収益チャンスを見つけるのが難しい相場だったと思います。 しかし信用取引を利用すれば売りから取引を始められるため下落局面ででも利益を期待できます例えば日経225答申を2015年12月4日に2万円で一株新規売りを行い2016年4月13日に1万6,920円で改返済した場合3,080円の利益を上げることができていました。 このように信用取引の売りを活用することで収益チャンスの幅が広がります続いて3番目の魅力保有株式を担保にして取引ができる点についてご説明します保有株式を担保にする場合原則保有株式の時価の80%を信用取引の保証金として使用することができます そして魅力の1でご説明した通りレバレッジ効果によりその保証金のおよそ3.2倍まで取引ができるようになります具体例として武田薬品工業株100株を保有している場合を見ていきたいと思います時価を計算するとおよそ48万円となるため保証金はその80%でおよそ38万円となります そして保証金のおよそ3.2倍となるおよそ122万円まで取引ができるようになります株主優待目的で長期保有している株式など現物取引で売りたくない株式を保有している場合でも信用取引の保証金として有効活用することができます四番目の魅力一日に同じ銘柄を何度でも取引できる点についてご説明します 自己資金31万円で現物取引で A という銘柄を9時に31万円で買い付け10時15分に33万円で売却し1回転取引したとします今後株価が上昇すると予想した場合さらに銘柄 A を買い付け売却する取引を繰り返したいと考えるかと思いますが現物取引では同一資金による同一銘柄の2回転目の取引は禁止されています しかし、信用取引では、銘柄 A を1回転取引することはもちろんのこと、回数に制限なく何回転でも取引を行うことができます。この取引は、2013年1月からの制度変更により可能になりました。このように、信用取引を利用すれば、お好きな銘柄を何回転でもアクティブに取引することが可能となります。最後に、松井証券独自のサービスについてお伝えしたいと思います。 松井証券の信用取引サービスは主に3つの特徴があります。1点目は信用取引口座は最短で即日開設できることです。ネット上で簡単に解説の申し込みが行えます。2点目は信用取引口座を開設すると、1日の約定代金合計が30万円まで手数料が無料となるということです。これは解説から6ヶ月後の月末まで適用されます。 三点目は松井証券の無期限信用取引では日ばかり取引の片道分の手数料が無料となりまた新規立てから六ヶ月を超えると返済手数料が無料となることです以上で信用取引の魅力についてご説明を終了します信用取引に魅力を感じた方はぜひ松井証券で信用取引口座の開設をご検討いただければと思います信用取引の詳しいルールなどについては 松井証券ウェブサイトの取引ルール、取引規定などをご確認ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。